お話になる。最近大きい台風がいくつか日本列島の南を通って北上していた。その年1965年ですけど、台風24号という非常に大きな台風で、私はこの台風の進路によってですね、早く観測をせんといけないのか、あるいはのんびりできるかを決めてるんです。台風が四国地方の東を北上した場合、すぐ後から青空の追いかけてくる、こういう経験あるでしょう。とか日誌を通った場合はなかなかぐず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 。その年の台風は夜中に東の紀伊水道のあたりを北上、その時は私が、ね、夜中に晴れると見ていた。そこまで計算してる。で、台風が来たから、ああ、今日はしんどい観測は休みましょう。これじゃない、失格です。台風が通過しているときに、ひょっと晴れるんじゃないか。晴れたら観測しようという、そういう心構えが大事じゃないか。で、先ほどお話がありましたように、新婚の間もなく、観測をどちらかというと止められてたという。破綻が来ると、そんなこと、そうそうか。でもやはり何よりも星が好きだった。それで夜中に耳を澄ますと雨がさあそうそうって。それが午前3時か3時半頃になった。ぴったりやった。私やはり耳がね気をつけてる。静かになったと帰って目が覚めた。おばし。それでパジャマで来たの雨と。そしたら、ね、いつの間に晴れたのか、台風一過の星空、こういうの見たことありますよ。台風一過直後の星空、すごいですよ、それは。予感が来ますね、そんなこと。何かあるぞ、何か発見できる。もう宇宙の星がシャーッと部屋の中へ入り込んでくる。それで、この樹木とか河原とか、どんな狭いところにも星空が入り込んでいくという、ものすごい星空。まだその時代はね、今から40年ぐらい前になりますから、もっと前になります。そんな素晴らしい星空があった。今日は何かあったの、まあ、正直に、負けたと。何者かが観測してるんですよ。そんな時。出足をくじかれた。それで、真っ先に見たわけです。望遠鏡。実は今日はその望遠鏡を持ってそうかと思って。こんな小さいものでも世界最初に発見ができるんだというのを超望遠鏡、これぐらい。今日その望遠鏡を持って旅行きましたけどね、今日は残念ながら持ってこれなかったですけど、たったこれだけの筒、世界最小の望遠鏡ですよ、おそらく天から発見した望遠鏡ですけど、レンズが80ミリくらい、倍率はたった15倍です。